はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんです。今日はですね、ロフトさんのコスメ展示会、それがあるサイトを申し込んだら当たりまして、それをね、今からして支度していくので、 Get Ready With Me みたいな形で載せていこうと思って、今撮影を始めてます。で、今スキンケアをしようとしてるとこなんで、そっから入れていきます。これをかけますね。今日はですね、本当当たると思ってなくて、まあいいかこの時間ぐらいでって言って申し込んだのが、たまたま当たりまして、渋谷に久しぶりに行くんですけども、今ね緊急事態宣言中で、なかなかこういろいろなことをやることが厳しい中で、次これオイルつけます。まあそこでいろいろねコスメの勉強とかもできていいなと思って、そういうね、まあ一応行われるというところに関して、当たるか当たらないかわかんないけど、とりあえずそういうものもいける範囲でちょっと応募しようと思ってね、まあ気軽な感じで応募したんですけど、そしたらね見事当選して、私は13時半の、枠にね行くんですけど、去年さ行った国際展示会展示場の駅のやつもまあそんな感じだったんだけど、まああれはね結構有名なイベントだったらしく、入駅です。まあ朝はね、この最近この入駅をゲットしたのでこっちなんですけど、それか T3 クリーム、どっちかですね、気分で。あとその洗顔までできるやつも今日は使ってないですけど、いつもはまあそれが使うことが多いんですけど、はい、スキンケア終わったのでちょっと着替えてきます。はい、今日はこんな感じでラフで行くんですけど、この見えてないけど、ユニクロのさ、このスキニーっぽいジーンズが履きやすくてさ、ね、この上はシーンのやつなんだけど、シーンの服ってやっぱりね、大きくってこうね、胸のとこがちょっとやっぱ空いてるのが多いんで、あれですけど、まあ今はこの上にコートを着るのでね。さて、メイクを始めていこうじゃないか。まず下地こちらです。目変わりが後半がね始まりましたよね。あのね、前半のやつはもうねちょっと買ったんですけど、それがとっても安くて、本当にそんな買ってないんですけど、いろいろ見てたらやっぱ欲しくなりますよね。やっぱ目変わりさ、ほんと安いよね。韓国コスメ好きにはたまらないよね。目変わりってさ、なんだかんだ年に4回あるじゃないですか。毎回なんかさ、あーこっ会話ちょっと買うもんないなって思うこともあったりしてもさ、結局何かしら買ってるよね。シカクッションでいきます。ほんとなんだかんだこれすごい使いやすいんだよね。緊急事態宣言が伸びたじゃないですか。なんだかなって思うんですけどね、なかなかできないこのご時世。やっぱりツヤが出ていい感じだわ。いつもね、私パウダー出すの忘れんのよ。セラファス。セラフォアのエッセンスパウダーにします。マスクはさ、まあ100歩譲ってつけててもいいから、こう、もっと関係なしにさ、行きたいよね。こういうイベントもさ、なかなかさ、こう、開催する側もね、躊躇するよね。していいか。これがゴミ箱の中に落ちてしまった。そう、ありがたいよね、そういう。なんかさ、うん、それに当選したのもね、嬉しいね。最近ね、TikTok をすごい上げてて、短くていいじゃん。だから30秒、違う、1分以内かな。おやつをね、上げてる。そう。ちょっとハマってる。始めたのがね、最近だから、楽しくって。結構、撮るのもさ、縦に撮って、ずっと YouTube やってきた人間にはちょっと違和感あるんだけどさ。なんか取り出すと面白くって。なので TikTok ね、同じキーちゃんでやってますので、興味のある方はぜひ見てやってほしいと思います。なんかスキンケアがメインになりつつあるんだけど、でもなんかいろんなジャンル、それこそみんながやってるような踊った感じとかもいずれね、誰かとやってみるのもありかなと思ってて。で、これ、台湾コスメのやつです。コラボしたいよね。あ、TikTok 撮ろうよとかさ、そんな、
YouTube でコラボしてもさ、それで TikTok も一緒にどうみたいな感じでさ、やってみたいよね。なんか美容系の TikToker っていうか、上げてる人たちってさ、いろんなコスメを紹介してたりとかするけどさ、そういうのを交えてやってる人はあんまいないよね。そういうなんかごちゃ混ぜじゃないけどさ、やってる人ってあんまいないかなって、私が見つけてないだけかもしれないけど、そういうごちゃごちゃしたアカウントはどうかとも思う人もいるかもしれないけども、こういうさイベント参加ってなんかすごく嬉しいし楽しいしワクワクするんだけど、一人ってなんか緊張しません？一人行動が結構まあこの世の中で多かったりするけど、しかも今日土曜日なので、そんなどうなんだろうね、今緊急事態宣言でもあるから人どうなんだろう、渋谷も少ないのかな。こんな機会ないと渋谷に行くこともね、もちろんねないと思うんですけど、いろんなね新作のねコスメとか、そのロフトさんで売り出してるものを紹介されたりとかなんかするみたいなんですけど、これがちょっと楽しみだよね。ロフトって行くことは多くても、そんなにこうコスメコーナー私フラって行くこと多いけど、ロフトってどっちかっていうと何にしに行くのかな。まあ日用のものを買ったりを、結構コスメはフラって見に行くけど、あ、コスメ福袋がこれチークね出る季節には行くね。新作が行くために出てて、まあ昔からそうだろうけど、だから結構1ヶ月に1、2回はチェックしにさ、そういうなんかロフトとか行くのってさ大事だよね。やっぱ目の保養というかさ、あ、こういうの今あるんだっていう新たな発見ができたりするでしょ。だからそういうことも大切だなと思うしね、やっぱりそういうのに応募してさ来るってことは相当のそのコスメ好きだったりさ、そういう新作好きだったりする方が多いと思うしね、誰かちょっとお知り合いになって人との縁がねつながれたらなーとも思うんですけど、なかなかこのご時世でそれはちょっとだとは思うけど、そういうのもね大事かなと思ったりするんですけどね。これいつもの大好き、この前偉いなって毎回言ってるけど、本当に描きやすくて真っ黒は本当これがいい。そうそう、あのね前言ったかもしれないんだけど、地雷メイクのさリクエストが来ててさ、アラフォーの、あ、これハイライト、アラフォーの地雷メイクってね、しかもこんな感じの人がね、いやーチャレンジの年だからチャレンジしようとは思っておりますがね、すごいもうね閲覧注意ですよ、本当閲覧大爆笑吐き気注意とかだよねって感じだよね、本当にやばいよね。でもそういうことをやるっていうのもね大事だと思うから、まあ見てくれるくれない別としてさ、自分からそういうのをさやっていくっていうのもね大切なことかなと思ってるから、そのリクエストくれた方今見てるかわかんないけど、もうちょっと待ってくださいね。ツイッターにでつながってる方なんですけど、どういう風にしていいかっていうかね。で昨日なんか配信ね、ひどんなさん見てたら地雷メイクっぽいのやってたけど、あんな風に可愛くできたらいいけども、またひーちゃんみたいに可愛ければいいんだけどもさ、一人でも、あ、いい、見れてよかったって思ってくれる人がいるだけでいいからさ、ちょっと考えますで、今回ねこれつけようと思って、これねほんと気に入ったんですよ。この間最近のお気に入りリップの動画を出しましたけど、本当にねこれ塗り心地が最高なんですよね。なんかね本当にね軽い乳液クリームみたいな感じで塗れるんです。柔らかいの、すごい。めっちゃいい、これ。本当に、びっくりした。でさ、私が選んだ、たまたま選んだこの色がね、私の大好きな感じの色だったっていうのも大きいよね。
まだね1日つけてないからどうなんだろうと思うんだけど、もう色はもう大好き、うん、一番、まあ、セザンヌが一番ってあの時安定って言ってたけど、韓国コスメなんだけど一番好きかもしれない今の中で。キボさんのあのスースーするやつも好きなんだけど、これほんと塗り心地が大好きで、ちょっとこの上に今日はそのピリピリが好きということでね、プランパーこれね塗っていきます。ピリピリ感が私すげーハマってて、でこのピリピリ感を感じながらつけられるのがそのキボさんなんだよね。そのキボさんのやつは本当に唇が今日ちょっと荒れてるなとか、そういう時に本当に良くて、このままちょっと髪をセットしていきますが、今日のメイクはこんな感じです。ねえ、これ髪の毛切ったのは皆さんお気づきかなとは思うんですけど、毎回ね、同じような髪型にしてるからさ、まああんまり変化がないのかもしれないんですけど、私の中ではめっちゃね、長くてね、はい、これプロビルミルクつけます。だから思いっきりね、切ってしまいました。前髪もね、作ったんですよね。そうしたらやっぱり、いや、違和感はないとかそういうのじゃなくて、前髪を最近こう作らないことが増えてきたので、なんか、あ、前髪があるって感じ。でね、この今中途半端な髪にこうなってるから、こう跳ねやすいのがちょっとなっていうのはあるんだけど、それはね、多分私のね、ドライヤーの仕方にもね、多分原因があって、なんか私癖っ気なんですよね、ものすごく。こう伸ばしながらこうドライヤーをかけて、っていうのと、あとね、あの前髪ここにねつむじがあるんだって。だからね、自然にね分け目がね真ん中でになってしまうっていうところが欠点本当に。だからちょっとね、ね、言っちゃいいけどパーマとかかけたい人だから、基本ストレートよりも。だからそこは別に気にしてないけど、いや本当ここのね真ん中分けになってしまうんで、こういう風にこうここら辺からこうやりながらドライヤーかけたりとか、分け目にしたい反対側からかけて分け目の方にして乾かすといいって言われたんだけど、なかなかできないよね軽くワックスをつけていきます。ボタニカルバターです。こんな感じで軽くね。で、中のさ、撮影がちょっとできるかわからないんだけど、で、なんかこうゲストの人も来るらしくて、で、だからその人をね、見れるんですよね。福レナさんが来るんだよね。福レナさんを見れるわけなんですよ、私。だからそれもちょっと楽しみで、あの福レナちゃんが見れるっていうね。同じ YouTuber でも全然、こう、格差がね、全然違うけど、やっぱ嬉しいよね、同じことはしてるから。うん。まあ喋れるとかね、もちろんないと思うけどもさ、まだ購入品とかね、全然出してないけど、目代わりのさ、一つちょっと気になって買ったのがこの指輪なんですよ。で、親指とか薬指、中指か、とかにつけれるやつをもっこ欲しいと思って、やっぱ薬指に合う。うん、まあこんな感じでアナルイサさんのやつをつけ、これにしよう。私金属アレルギーをね持ってるから余計なんだけど、うん、痒くならないんですよね。だからこうぶら下がるのももちろん好きっていう前提で話すけど、こういう小ぶりな見た目がすごい好き、こういうね。ということでこんな感じで今日の、メイクと、はい、つけてるもの、ネックレスをつけていこうかな。これね、グリーンだから、これにしよう。乗せれるところ、例えば、写メとか、そういう写真が OK なゾーンで、まあ、写真だけこう、こういう感じでしたっていうのは、多分乗っけることはできると思うんですけども、まあ、ダメであれば、まあ、何も貼らないで、このまま、まあ、イベントに行く日の支度みたいな感じで出すんですけど、まあ、インスタの方にちょっと記事を上げたりするので、だから多分そういうインスタとかに載せていいものは多分載せていいと思うので、まあ、その辺も載せてちょっと出せたらなと思いますので、はい、そのコスメイベントに行くために、支度した感じでございます。
はい、今回もご視聴ありがとうございました。メインサブのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってきます。